ヘルマン・ミヒャイルはドイツ出身の指揮者、シュベービッシュグ・ミュンとの生まれ、シュトットガルト音楽院でピアノとチェロを専攻したが、1960年にベルリンでヘルベルト・フォン・カラヤンのマスタークラスを受講し、カラヤンの知域を得た。またハンス・スワロフスキーにも短期間指揮法を学んで1961年のグイード・カンテリ国際指揮者コンクールで優勝し、ウィーン国立歌劇場で、 ハラヤンの助手を務めることとなった。九百七十年から九百七十八年までブレーメン歌劇場の指揮者を務め、九百七十七年から九百九十一年までボルツァーノ・トレント・ハイドン管弦楽団の首席指揮者として活躍した。九百九十七年からフェニックス公共楽団の首席客演指揮者、兼芸術顧問となり、九百九十九年から 主席指揮者に就いたが、2004年に、再生不良性貧血の更新のために優待した。指揮法の教師として、ミュンヘン音楽院でも2000年まで教鞭を取り、フランツ・ウェルザーメストやマルクス・ポシュナー等を育てた。ウッフィングアム・スタッフェルゼーにて死去。http o l d s e a t t l mes.com スラッシュ html スラッシュ obituaries スラッシュ2002465790ま、いける02 h t, t i m l ッ n y t i m e s ドットコムありがとうございます。